みなさん、こんにちは。アプタービートミュージックスクール吉高講師の滝沢でございます。今回は米津玄師さんの「アイニクライネ」という曲の解説をさせていただこうかなと、弾き方を解説させていただこうかなと思うんですけれども、普通のコードでシンプルに弾くのではなくて、滝沢アレンジの「アイニクライネ」を皆様にご紹介させていただこうかなと思います。YouTube の生放送とかツイキャスとか、あとは宝部さんとのコラボの動画で、アイニクライネをちょこちょこ演奏しているんですけれども、あの演奏に対して解説動画をなんか欲しいみたいな、欲しい、そういった方が多いので、ちょっとご説明させていただこうかなと思った次第でございます。もちろん、ね、ちょっくら難しいので簡単にはいかないと思うんですけれども、よかったらコピーをしてみてくださいませ。どんな演奏だかまだ聞いたことがないぜという方は、ちょっと宝部さんのチャンネルの方で演奏動画を聞いてみていただければという感じでございます。すごいめちゃめちゃ映像とかも、ね、きれいにかっこよく仕上がっているので、よかったらそちらもご覧いただければという感じでございます。で、興味があったら、ぜひコピーをしてみてくださいという感じで、解説をさせていただきます。よろしくお願いいたします。そして、今回も画面のズババババーンとお手元もお見せしながらやっていこうかなと思いますので、よかったらコピーをしてみてくださいませ。はい、そんな感じ。では、ちょっと順番にまいりましょう。まず最初、チューニングからスタートです。チューニング。普通のレギュラーチューニングではございません。半音下げのダドガドです。ダドガド。DADGAD というチューニングのさらに半音下げなので、C シャープ、G シャープ、C シャープ、F シャープ、G シャープ、C シャープかな。まあ、とにかくダドガドです。半音下げのダドガドにチューニングをしてみてくださいませ。C シャープ、G シャープ。ちょっとわからなかったら紙に書いてください。低くします。元の E からガッと下げて C シャープにします。C シャープ。で、語源は本来 A ですけども、半音下げて G シャープにします。で、4弦は本来 D ですけれども、半音下げて C シャープにします。3弦は G ですけれども、本来は G ですけれども、半音下げて F シャープにします。で、2弦は本来は B ですけれども、グッと下げて G シャープにします。グッと下げて G シャープ。そして1弦も本来は E ですけれども、グッと下げて C シャープに設定をします。そうすると、この音が鳴るはずです。このチューニングができたら、とりあえずレッツスタートという感じです。やってみましょう。まず最初に、こんなフォームです。人差し指でこうグイッと。4、5、6弦を練習しましょう。で、これをストロークします。チャード、チャツ。で、その次。0、5、7、7、0、0を。で、その次。7、7、7。で、その次、24400。5、0、5、7。で、7まとめて、本体で。で、244。で、この後にアルペジオします。こんな感じです。私はあなたに会えてるのに、本当に嬉しい。で、また繰り返して、次。俺が苦しんだのところで、こんなフォーム。4×234。4×234。で、その次、1234。4×234。1234。はい、いきます。何だっけ。で、この後にトゥルルルルンと行くんですけれども、1弦を4フレット弾きます。4フレット弾いたら、スライド、スライド、プリング、プリング。弾いて、スライド、スライド、プリング、プリング。そして、もう1回ストローク。こんな感じ。で、また繰り返して。こんな感じです。ちょっと一通りゆっくりやってみます。私。ストロークして、
12フレット中、12フレットのナチュラルハーミングス言いましょう。こんな感じです。で、それをもう一回繰り返します。誰かの場所を奪いのとこして生きるみたいな。同じ。そのコードをストロークしていくような感じです。で、これで A メロが完成。あとでもう一回 A メロ出てくるんですけど、まるまる繰り返しなので、これを A メロ覚えておけば、とりあえず A メロは完成という感じです。2コラス目の A メロも OK です。で、その次、B メロいきます。あなたに私のとこですね。222000。あんまりこう人差し指が反らないでという方いらっしゃいましたら、こう3本指で押さえてもいいです。222000。この辺の運指はお任せします。人差し指がうまい具合に反る方は222000と、こんな感じでいきましょう。いきます。これを。親指は4、6、5、4、5、6、5、4、5、6、5、4、5とアルペジオしながら、1弦、2弦、3弦をアルペジオしていきます。1、2、3、2、1、2、3、2、1、2、3、2。感じです。で、同じアルペジオを続けて、コードを変えていきます。222454。で、その次、555。で、また454に戻ると。こんな感じでアルペジオしていきます。あなたに私の思いが全部伝わっても。あ、次、777だ。5577とアルペジオすると、5577。で、一番最初に出てきたこの057700の D コードですね。しまうのだと。これまた同じようにアルペジオしていきます。で、また22からスタートして。という感じでやっていきます。普通のアルペジオという感じですね。コードの押さえ方が、ね、わけわからないかもしれないですけども、このコードを押さえてしまえば、もう右手のパターンはほぼほぼ一緒です。ゆっくりやってみます。B メロいきましょう。あなたに。この時はストロークしましょう。どうしてずっとストロークをするだけです。で、ここからサビに行きます。消えない悲しみものとこですね。消えない。こんな感じです。順番やってみましょう。まず、消えないの最初の悲しみものところ、24400。で、その次、222000。で、その次、555000、777000。で、057700のコードストロークです。これを、右手で叩きながらいきます。最初、ドスッといくじゃないですか、ドスッと。上に行く前がちょっとダウンストロークが連続するのがポイントですかね。
続きますね。で、あとは右手をパターンにしよう。ゆっくりやってみましょう。で、ここでちょっとDコードのときにちょっとオクターブ入れますね。こんな感じのオクターブを入れて、また続きいきます。閉じた。で、奇跡で、あふれてるところで、A メロのコードが出てきますね。この2バツ2、3、4、あ、じゃあ4バツ2、3、4。で、足りないやのコードになると。で、あで、そこからブレイクをすると、こんな感じになります。ちょっとゆっくりやってみましょうか。消えない話の心を鏡で、この。で、リリー。で、付けを収めます。また、コードに。で、ちょっとエモいコード。で、しばらくブレイクして、オクターブです。1弦と4弦の5フレットですね。パーンと。で、ぐーっと12にスライドして、こんな感じ。0、0、12、11、0、12。0、0、12、11。で、0、12。で、その次は、0、0、11、10。で、その次、小指で2弦の10フレットをプラスします。で、9フレットに持っていくと。こんな感じです。やってみましょう。こんなん。で、また A メロに行きます。そこからは一緒。はにゃ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 。ロボン。次はプロイロロンに行きます。プロイロロン。で、その次はストローク。で、E メロ。何度誓っても何度願っても。夢も見るすごい、アイスから茶を飲んで渋せしまうような。で、たまにオクターブ入れたりとかして遊ぶと。で、またこう普通にアルペジオして。通じないのに、どうして、どうして、どうして。一緒。で、サビも一緒。ブレイクがあって、ハンソのパターン。こんな感じです。とりあえず気をつけたいポイントとしては、ピッチがめちゃめちゃ低いんで、そのフレットを強く押すと、ね、すぐシャープしちゃうんですよ。それだけ気をつけた方がいいなという感じです。僕もちょっとライブの時にその、ね、何回か演奏してるんですけども、結構気合入っちゃって、もう押しちゃって、ピッチシャープしちゃって、なんかすごい音痴な人みたいにやっちゃったんで。こういう時とかね、ちょっと若干。シャープしちゃったりとかしないように気をつけていただければという感じです。
で、その次、タッピングのパターンに行きます。間奏ですね。ちょっとやってみると、こんな感じ。行きましょう。まず人差し指でこの222をドンと行きます。タッピングですね。もうピッキングせずに普通にタッピングでドンと。で、人差し指でこの4弦の5フレット、2弦の5フレット。これ見えるかな？で、このプリングします。人差し指、人差し指、中指、プリング。で、その次。薬指でここですね。4弦の4フレット。で、ツッツッテイラーと、といったら人差し指で7フレットプリン、タッピングしてプリング。で、人差し指で444をタッピング。2まとめ、人差し指、中指、プリング。で、薬指行って、こっちタッピングして、開放行って、タッピング。トツ、テーラーと、テーラーと。トコ、ケーラー、コ、ケーラー、コ。という感じです。これが2拍目まで。ツッツ、テーラー、ツッ、テーラーと。で、右手は、テーラー、テーラー、テロ。9、プリング、7、プリング、7、プリング。という感じです。で、それを合間に中指入れていきます。ここですね。5弦の5フレット。テーラーとテーラーと。で、また人差し指は5フレットに行って、結構パターンに行きます。ズンといったら人差し指で4弦の9フレットですね。9フレット、9フレット。プリングして中指。で、また人差し指でこの7フレットを叩いて、タッピングして、プリングして、人差し指で4に行くと。で、その次、右手が5プリング、6プリング、7プリングといきます。この合間に中指がまた合間に入ります。こんな感じ。ツーツー。ちょっとゆっくり繰り返してみます。2回目のときは、ここで人差し指のプリングが入ります。ツツテーラとテーラコ。さっきは4フレットタッピングだったんですけど、7フレットタッピングします。5、ツテーラ、ツテーラ、7。で、ここから3連符の。というのが入るんですけども、9、プリング、7、9、プリング、7、9、プリング、7、9、プリング、2。9、プリング、7、9、プリング、7、9、プリング、7、9、プリング、2。タカタ、タカタ、タカタ、タカ、2。という感じでつなげていきます。ちょっと3拍目からいってみましょう。間違えた。こんな感じです。で、その次、タッピングした後にストロークをして、頭に戻ります。トツテラ、トツテラ、ツテラ、コ、タカタ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 。で、あとは繰り返し。こんな感じ。で、次。
ドー2本同時でタッピングしていきます。ドーで、77で、この時に6弦をまとめてプリングします。で、7フレットをタッピングして、ブリッジミートしながら2回ストローク。こんな感じの感想になります。ちょっともう一回やってみましょうか。こんな感じで、その後に生まれてきたのところに行くんですけども、そこはまた B メロと一緒ですね。生まれてきたその瞬間、まあ、タッピングのところちょっと難しいかもしれないですけどもね、そのね、手順というかその、ね、手順 の、 このややこしさがあるから、この歯車がうまく回らない感じなんですよ。最初はこの右手の動きなんだっけ、左手の動きなんだっけみたいな感じで、この歯車がなんかこうギシギシといって、うっ、噛み合わねえ噛み合わねえみたいな感じになるんですけど、ひたすら繰り返していくと、その体がこう手順を覚えてきて、この歯車がすげえうまく回る瞬間というのが出てくるんですよね。基本的にもう繰り返しで乗り越える壁なので、最初はうわ全然うまくいかねえ、うわなんかすごい指をなんかブフッつってこうドゥフッつってこう痛いみたいな感じにやったりするかもしれないんですけども、ひたすら繰り返していけば、ね、絶対できるようになるので、ちょっとその辺を頑張ってやっていただければという感じです。僕も最初、これを考えていたときは、ね、すごいびっくりするぐらいできなかったんですけど、まあ、何回も何回もやっていくうちにできるようになってきたという感じです。僕も最初やっぱりできなかったです。なかなか歯車が、ね、噛み合わないというか、うガキガキガキっつってこう、たまに指をドゥッシュってつついたりとかして、痛っつってやったりとかしたんですけども、そういうのも、ね、繰り返して何とかできるようになっていくので、頑張ってやってみてくださいませ。で、その後はさっきも言った通り、B メロに行きます。生まれてきたその瞬間に私を通して聞いてしまいたいって泣きわめいたな。だから君とキャン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 のこの後にちょっと変わります。555707、555707で、その次555605、555605で、その次555704、555704、555704で、その次555602、555602、こんな感じで弾いていきます。ちょっとこの555602が何気にしんどいんですけど、まあ、頑張りましょう。で、2回目のときはちょっと登っていきます。こんな感じで。555704から777、777905、777905。で、777000999007だ、999007で、000000011010。こんな感じ。555704577777999005999007000110010という感じです。で、また。こんな感じで弾いていきます。ちょっとやってみましょうか。いつか出会えるあなたの言葉の通して。ここまで行ったらまたサビです。
B からスタートして、F シャープ。でも、顔を下がってるから、コード全然違うか。あなたの名前をのところはちょっとストロークをして5、7といってで D コードでこの2をやりながらストロークをして12フレットのこのハーモニクスを入れます。こんな感じです。これで全体ざっくりという感じですね。とりあえず、A メロのこのとか、何気にこういうパターンとか、あとこのブッチの声のやつとか、あと普通にこういうちょっとストレッチなコンボとか、ところどころにちょっと難しいパターンには出てくるんですけれども、その辺を頑張って乗り越えると、結構面白いアレンジになっていると思いますので、頑張って習得していただければという感じでございます。それでは、もしわからないところがあったら、動画の良いところなので、何回も何回もわからないところを巻き戻して、繰り返し見たりとかして、コピーをしてみていただければという感じでございます。何度も言いますけれども、繰り返しがとても重要です。繰り返しです。体が勝手に動くぐらいまで、もう繰り返し、何度もやって、体に動きを染みつかせてくださいませ。そんな感じです。はい。それでは、そんな感じでしょうか。また気になったらですね、繰り返し見たりとか、その宝部さんとの演奏動画見たりとかして、気晴らししていただければという感じでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら、パハハイ、じゃあね。ほほい、ほほい、ほほい。